今回は中川町園です。その名の通り、中川が中心に、えー、南北に流れているという形になります。まあ、それを言いますと、まあ、那須ス山とかもそうなんですけどもね。えー、そこの北側に位置するエリアでして、えー、観光的な要素ではですね、中川、い、な、那須烏山以上の、えー エリアだったりします。大田原から、えー、まあ、東に抜けてきたエリアでし,でして、馬ト温泉というですね、まあ、大きな温泉街があります。またさらに古墳もですね、充実していて、えー、フード機能があったりとかします。えー、そして那須フード機能資料館、えー、ふるさとの森公園、えー、絵本農家美術館、 だとかですね。えー、美術館なんかも充実、えー、している。えー、という、観光的な要素ではかなり大きな、エリアになっています。南北を流れ、えー、通るのが国道294号。鉄道は通っていません。えー、国道405、それには国道293号、国道461号と国道の交通の要所ではかなりあります。ま、裏街道みたいなね。えー、南北裏街道。 えー、みたいな。えー、まっし那須から、狭間から通って、えー、中川町。国道405は、那須塩原方面。えー、国道293号は、えー、桜市方面。またさらには、茨城県の日立大田だとか、大悟。えー、この辺りにも繋がっているというですね、茨城県にも隣接しているエリアになっております。 えー、その中心部がやはり道の駅馬頭とか、えー、あるエリア。の、まあ、そこがですね、えー、中川とですね、はい。宝器川が合流する、えー、エリアになっていまして、まあ、このあたりの、まあ、川沿いを中心に発展。また、えー、ゴルフ場なども、えー、比較的充実している。まあ、えー、宇都宮からも行きやすい。 まあ、国道などで行きやすいエリア。都市部からも、まあ、行きやすい。えー、大田原とかの方からも行きやすいというね。北部からも、もう中央部からも行きやすいというエリアになます。人口1万3000人。えー、2005年に、はい、もともとあったですね。はい。えー、小川町と馬頭町が合併と、 したことによって発足、町を座る中川に由来する名前となったということですね。あや釣りのメッカとしても有名で、町内の水産業では一時塩分を多く含む温泉吸収したトラフグの養殖が行われ、町の名物となっていて、えー、歴史がこうあったりとかします。まあ、現在はこう撤退はしてるんですけども、元がそういう養殖などで有名でした。 やはり、えー、馬頭と川が合併したということで、まあ、そのあたりの、えー、地域。大内、大内、大大山田上郷、大山田下郷、北向田、船瀬、小伊佐子、小口、竹部、富山、馬頭、松野、森泉、八川、山田和美、小川地域は小川、恩田、片平、くずり、上法寺、白く、高岡、東戸田、三輪、与田、吉井、吉田。現実馬頭高校が高校としてあります。 交通面。鉄道路線は通ってませんけども、えー、最寄り駅は JR、カラ山線の烏山駅が近いエリアです。ただこのエリアはですね、鉄道が通ってないといころで、まあ、国道は充実しているので、まあ、車で来るにはいい観光地の、えー、エリアにはなっていると思われます。茨城県とも接していることで、そのあたりの茨城方面からの ですね。えー、観光の需要もあるということですね。国道293号、294号、405、461号とあります。非常にこう、昔の遺跡なども多く、えー、美術館ですね。が多いということも特徴。公共性の高い土地ですね。里山散策路に集まる公共性の高い土地を活かし、美術館を中心としたちづくりを構想したということで、 えー、和藤広重美術館、歌川広重の版画とかのほかえー、小林清近、河村幸男徳富祖法の作品関係するなど約4500点を、えー、所蔵展示していたりします。まあ、このような美術館がですね、多くあったりとかしますね。そしてえー、和藤温泉、小川温泉。 両方のの温泉と道の駅馬、えー、もう一つの美術館、えー、ですね。まあ、年齢、国籍、障害の有無、専門家であるなしを超えて、町、地域、場所やジャンルをつなぎ作っていくアートのあり方を提案しているというですね。まあ、このように、まあ、ですね、ジャンルの広い、えー、ものを展示している。 さらには、絵本の丘ですね。えー、四季折々の絵本の世界を楽しむというですね。そういうコンセプトの美術館とかも、まあいろんなジャンルの美術館がですね、あったりとかします。竹部山神社、えー、鳥の子山小神社、えー、馬頭院。 バト観音。えー、この辺の神社も充実しているという形ですね。はい。まあ、そら、それに加えて温泉ということで、見どころの非常にね、えー、多い町である、観光的な意味を持つ町であるということが伺えますし、えー、また東西のですね、えー、茨城の北部を結ぶと、栃木の北部を結ぶですね、大動脈としても、えー、この中川町。 重要な要素を持っているということですね。カラス山に比べてもそうですね。カラス山は県道なんですけどもね。こっちは国道で結ばれている。東西を結ばれているということもあります。地図を紹介していきます。えー、中川町は、まあ、えー、南北の中心がですね。えカラス山からこう伸びているというですね。まあ、この中川、 の周辺部の平地を、エリアが、えー、この中川町の地域となっております。まあこうやって見ていきますと、はい。中心、小川ですね。えー、があって。まあ小川はどちらかというと、こう、国道のこの、まあ結節点のエリア。 で、馬頭が、まあ、観光名所のエリアという感じになってますね。昔はこう、くねくねこうなってたのを、現在はこう、まっすぐの、えー、道になって、川の合流地点。そこに、えー、平地があってという、それぞれの町が発展していって合併したと。という感じですね。 まあ、道の駅ができててね。まあ、本来の馬頭というエリアは、まあ、この東側の位置という感じになりますね。だから馬頭温泉は、そこから北側の小川地域だとか、はい、になるエリアになるんですね。まあ、全体的に、こう、まあ、観光名所としてはあるんでしょうけど。 で、そこからはもう完全に山のエリアになってですね。まあ、小さい、標高400から500メートルの山が結構あると。とそこから茨城県に結ばれるという感じですね。ゴルフ場などもいくつかあるという感じです。現在の地図です。町役場はここにある、バトーのエリアになりまして、そこからこう、山間部に入っていくというエリアになってます。そこから茨城県の方にかけてここ、 ことがつながっている茨城の、まあ、北部との結びつきがあるというエリアですね。茨城の北部がこう入ってきて、中川の方に入ってきてっていう感じになります。まあ、ゴルフ場が非常に充実していることも伺えますし、北側には観光名所が多い馬東温泉郷。はい。もう一つの美術館だったりだとか、 中川を中心とし、国道が、えー、東西に張り巡らされていて、はい。そこからこう、はい。大田原の方に抜けていくという感じになります。まあ、えー、この辺からね、えー、まあ、栃木県の北部から観光で来る人も多いでしょうし、中心部から。 まあそこから車で行くっていうね、えー、エリアですから。まあ鉄道は通って言いませんけどもね。観光としての要素は非常に大きいということが伺えます。はい、えー、ということで中川町紹介しました。